同法西部、謹慎中の不祥事選手放出し、買いのプラス 1.3 億円ゲット。大勝ちしてて草。どの道西部じゃプレイできんからな。これはデカすぎる。丸儲けや。そう考えるとクッソ儲けたな。朗報今しめの FA、意味が判明する。うっかり守護が抜けていてソフトバンクにとって今しめの FA だった模様。これはうっかり穂高さん。わだかませてフロントの信頼もぶち壊したし作詞やな。貝のプロテクトされていたケース、ソフトバンクがごねて貝のプロテクトから差し出した。貝のプロテクトされてなかったケース、ソフトバンクがごねて和田を貝のに変更してもらった。さあどっちや。上田とルール違反やろもはや。貝のがプロテクト外だったら和田より先に指名してるから後者はありえない。そもそも和田も貝のもプロテクト外なら普通は貝の取るしな。プロテクトされていたはずの貝のを獲得できたという史上初のプロテクト突破や。西武は FA されすぎてプロテクト突破方法見つけた説。貝のっていい選手なんか？セファンやからあんま知らんねん。46登板防御率 2.53 奪三振率 8.23 WHIP1.08 普通に優秀な中継ぎと言っていいと思うで。とりあえず今回の件で FA 制度の見直しはありそうよな。次からはドラフト2位の優先権にしよう。1.3 億って地味にでかいよな西武にとっては。1.3 億ったら西武ドームの屋根設営費より高額じゃないか。山川が結果出さなきゃ本当にヤバいってレベルに追い詰めただけの騒動になったな。山川穂高さん、ガチで味方がいなくなる。米騒動が可愛く見える。自分が山川だったら吐いてると思う。一年も試合出てないブランクある全盛期過ぎたおっさん取るためにいろんなものを犠牲にしすぎだよな。外野から見てる分には激動の一日でほんま面白かったわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。